足利市朝倉町にあるメディアンさんに来ています。ずっと来たかったお店です。足利大人気店です。お昼だと入れなかったので夜に来ました。空いててラッキー。夜なら空いてておすすめかもしれません。店内はこんな感じです。そば屋さんって感じがしないおしゃれ感、なんか人形座ってて可愛い。店内はすごく綺麗です。卓上はシンプルメニューです。なんかこの文字可愛いね。本当にね、文字が可愛い。あったかいものや冷たいものがあります。シンプルなものから手が込んだものまで、ご飯ものもあり、唐揚げあった。まずは晩しぼの大瓶登場。あては立派なお漬物です。これお金取れるレベルですよね。彩り野菜に上には生姜です。みずみずしい感じで素晴らしい。食べてみましょう。それではいただきます。ガブリ。お、味がしっかりで生姜のアクセント最高。天ざる1650円。ドラリン。いや素晴らしい。そばはもちろん一人前、山盛りですね。刻み海苔もたくさん乗ってます。そして天ぷらは驚きました。エビがでかいんです。厚めの衣もいいですね。天ぷらめっちゃ楽しみ。薬味も揃ってあら素敵。サバはどうかな。少し細めな麺がたまらん。本格そばって感じです。それではそば食べてみましょう。そばをフーフーする癖、固めの茹で加減で最高。スルスル入っていく食感です。磯の香りもいいね。そばめちゃくちゃ美味しいです。これは何だろう。あとはレンコン。これは大好きな舞茸です。衣厚いね。あとこちらはエビです。もう重くてね、持ち上げるのも大変なんですよ。これはびっくりしました。尻尾でわかるエビの大きさ。まずは舞茸からいただきます。ガブリ。いやめっちゃうまい。これはちょっと名前がわかりません。何かの歯です。ガブリ。全くもって癖がない、うまい。衣がすごいもちもちなんですよ。めちゃうま。出ました、エビです。もう半端ない大きさだよね。小皿に収まらないエビです。かぶりつくのが絶対いいよね。うわ、噛み応えすごい。エビの食感をもろに感じます。弾力があってめちゃうまです。相方にこれうまいって言っちゃいましたよ。大好き。それでサバが合うんですよね。エビの中はこんな感じです。エビだけど肉肉しいんです。天重1850円。ダルルン。うわ、あのエビ2本入ってる。こちらはお吸い物です。豪華天重ですね。蓋は閉まりきれてないです。それがまたたまらないじゃない。ボリューミーで最高です。具沢山でこりゃ期待できる。お漬物もついてて最高。これやばいね。まずはレンコン、そして舞茸。天重に珍しいね。そしてこちらはごぼうっぽいですね。これも変わってます。そしてドデカのエビです。これが2本ですよ。もう最強の最高ですよ。そしてタレご飯。いや美味しそうだ。エビをもらっちゃいました。エビの天丼なんて文句のつけようがないですよね。やっぱり肉厚、うますぎ。甘だれがたまらないです。もうこれは参りました状態。人気な理由がわかるわ。だって大人の蕎麦屋さんって感じですもんね。
味がすべて繊細でたまらんらん。これはレベルかなり高いです。米もうまい。唐揚げ800円、ダレン。ここのまた売りです。唐揚げがまさかの骨付き、しかもめっちゃくちゃこんがりです。これはマジ美味しそう。持ち上げてみたら裏側は、あら、とってもジューシーそう。食べましょう。それではこのままかぶりつきます。ガブリ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 。お、スパイス効いてる感じ。マジ激うまなんだけど。これ席にいた人みんな注文してました。これだけ求めに来る人もいそうですね。蕎麦屋さんで唐揚げのレベルが高すぎます。これはびっくりしましたね。衣がすごい美味しいんですよ。鶏の部分も柔らかいです。箸とかで食べやすくするのもありかな。とにかく味がいい。中はこんな感じです。骨付きは中まで火が通しづらいんですけど、ちゃんと通ってます。最後は恒例のエビしっぽ食べるぞ。今日は3つあるので、やったね。ただエビが大きいだけに尻尾もすごいんですよ。尻尾も大きいもんな。ザクザクバリバリ美味しい。2尾目、ちょっと口の中怪我しました。チラリズム、ちゃんと来てますよアピールです。最後の3尾目、尻尾の上まで大きい身が残ってます。これは尻尾残したらもったいない。たまらなく美味しいぞ。最後は蕎麦湯で締めましょう。いい白濁食ですね。しかも容器の高級感。蕎麦湯を注いで、それではいただきます。香ばしくてうまい天ざる、ごちそうさまでした。天獣、ごちそうさまでした。唐揚げ、ごちそうさまでした。それでは振り返りです。さすが人気店ですね。安定のそばの美味しさ、そば屋さんで出てくる絶品唐揚げ、エビの大きさ迫力は素敵でした。ここはまた再訪したいです。今日はごちそうさまでした。